こんばんは、くうみと申します。本日もよろしくお願いいたします。今日もプロスピエスやっていきましょう。今日は一斉開封です。契約書33枚引いていきたいと思います。ちょっとね、多少温めていた自チーム S ランク 30% 契約書も含めて引いていきたいと思います。 S ランク契約書もね、3枚ありますということで引いていきましょう。自チームね、もう変えちゃってます。ゴールド契約書から引いていきます。ゴールド契約書26枚ですね、引いていきましょう。10枚ずつで、 S ランク 10% 契約書が10枚もない、3枚と、自チーム S ランク契約書が1枚で、 S ランク契約書が2枚と、イベントの覚醒の S ランク契約書が1枚っていう感じですね。はい、ということで、せっかくなんで今日引いちゃいたいと思います。ということで、まずはゴールド10枚からいきましょう。そう、ポジション追加があったじゃないですか。中継ぎの追加が来て、シリーズ2の選手が合計で3人、各球団3人になったということでね、ちょっとそろそろぼちぼち引いていこうかなということで、今日は33枚引いていきたいと思います。さあ、どうですか。最近演出なしから来てくれないですね。 A ランクぐらい来てくれてもいいんだけど。はい、ということで10枚目はこんな感じでどんどん行きましょう。20枚目、今回ね、中継ぎが来たということで、中継ぎ結構欲しい選手多かったな。なんかそのやっぱゲームプロスピエース歴が長くなってきたからか、極みで持ってる選手とか A ランク貯めてる選手が増えてきたので、なのでね、ゲットのしやすさっていう意味ではね、やっぱ魅力的ですね、スピリッツ高い選手。はい、ということで20連目までいきたいと思います。いきましょう。ちょっとね、ゴールド26枚引くんで、A ランクね、ぼちぼち欲しいですけど、早めに燃えてほしいんだけど、早めに演出来てほしいんだけど、久しぶりだなこの感じ。 B ランクでもね、ぼちぼち来てたんですよ最近は。あ、 B ランクじゃない、ゴールドでもね、来たよ。皆さん見ましたか、演出なかったのに燃えてなかったのにありがとうございます。ジョーンズ選手を引けました。はい、ありがとうございます。引いて、そして1枚です。あ、よかったよかった。とりあえず、今日26枚引いてオール B っていうのは免れましたね。はい、よかった。演出なしからっていうのをね、お見せできましたね。さあ、行きましょうか。じゃあ残りゴールドは6枚ですね。プロスピグランプリがあるから、やっぱりゴールドはこの時期溜まりやすいです。あれ、計算間違えたかも。はい、ということで、じゃあ、6枚引いていきたいと思います。さあ、いや6枚、でもわかんないですからいや絶妙だな、6枚。来た、わかんないもんですね。5枚で S ランク来たりするとめっちゃ嬉しいですよね。 S ランク来ないかな、この演出から S ランクっていうのは、藤岡選手っていうのはない。これで B ランクで終わったら普通の引きです。はい、A ランク、よし、貯めてこうやってちゃんと来てくれるの初めてかもしれんなかなかない。よし、26枚引いて A ランク3枚なんで、これはなかなか OK って感じですね、糸原選手。はい、ということでゴールド契約書は以上です。次、確率契約書いきたいと思います。 S ランク 10% が3枚あるので3枚引いていきたいと思います。もうこれまたね、微妙に期待できる枚数かなと思います。あったあった、よし、微妙にね期待できる3枚か。ね、いっぱい引いても来ないときは来ないけど、なかなか10枚っていうのは、10% を10枚っていうのはなかなか貯めるのが難しいので、ないんですけど、経験は。30% なんですね。キャラバンとかをさ、頑張れば。割れないか。割れない。大木選手。はい。なんかさっき見た気がするんだけどな。あれ？あ、シリーズ2ですね。なんかちょっと見た目が違うなって思ったらシリーズ2か。はい、そして、ロッテめっちゃ来ますね。おみのおかし、ちょっと待って、チェックしていい？ですよね、シリーズ1とシリーズ2が来たっていう感じでしたね。はい、で、中継ぎもね嬉しいんですけども、以上カープで、こっから引いていきたいと思います。自チーム契約書 S ランク 30% 自チーム契約書ということで、いやー強いですね、みんな欲しい。菊池選手が前は完全な総力型だったのがね、ミート型も狙えるということで、ちょっと菊
選手選手も嬉しいな、今までいっぱい引いてきたのが溜まっているので、はい、大瀬良選手も嬉しいと。でね、シリーズ1だったらもうね、狙いはですね、鈴木誠也選手なんです。で、鈴木誠也選手か今村上選手かどっちか欲しくて、2人ともアニバーサリー選ばれたっぽいんで、まあ、どっちかはね、アニバーサリーで引けばいいかなと思うんですけど、一緒に来ちゃう可能性も全然あると思うんで、ちょっとまあ、てか来そうな気がするんで、ちょっとね、引いときたいですね、どっちか。はい、ということでカープで今日は引いていきたいと思います。まあ、A ランクは特に、まあ、鈴木誠也選手とかが嬉しいかな、って感じです。ということで、じゃあ、自チーム確率 30% 契約書を引いていきたいと思います。 S ランク確率 30% だ、自チームは確実ですね、自チームは 100% ということで、じゃあこれを引いていきましょう。初めてですね、自チーム S30。 さあ参りますよ。これ演出大事だね、これ A ランクと S ランクと全然違う。やっぱりこういう時純粋な人いいなって思いますよね。のもう選択肢が一択じゃないですか。だからいいな、一択でもないのか。はい、あ、いいですね、堀江選手ということで、まあシリーズ2引きたいところですね。これはやっぱしっかり育てておいて、はい、いやー、S ランク引きたかったけども、はい、ということで、そうか、純正だったら一択って言っちゃったけども、PS とかできた選手が今違うチームにいるとかだと変わってくるんですかね。その選手を1点で狙いたい場合は違うチームで引いたりでもするのか。まあでも基本でもね、一択になるのかなと思うんですけども、はい、ということで、じゃあ S ランク契約書2枚と、イベントの覚醒 S ランク契約書1枚、合計3枚まとめて引いていきましょう。あの中継ぎはね、本当誰でも嬉しいかな、みんな欲しい。で、加山選手とかさ、いっぱい来てくれた。で、平選手とかさ、いっぱい来てくれてるんで、新追加ちょっと狙いたいなまあ難しいと思いますが、狙いたいですね。はい、ということで、じゃあ S ランクを2枚と、あと、プロスピタワーの累計があったはずありましたね、フランチャイズプレイヤー、まあ、三上選手がいいですね、はい、ベイスターズを引いておきたいなというところです。まだちょっと自チーム名も開けてないんでね。はい、ということで、んじゃあまとめて3枚最後ね、引いていきたいと思います。いきましょう。もう自チームさあいいですね、やっぱりその S ランク確率 30% 自チーム契約いいなって思いました。なんかすごい楽しかった、聞いてて。やっぱもう新しいものだからね、今まで聞いたことないものだからっていうのがあるんですけど、なんかすっごいワクワクしましたね。はい、じゃあどう、これ最初フランチャイズ比嘉選手いいですよ。そして私、あの去年のダルビッシュセレクションの比嘉選手持ってますね。はい、そして、はい、ナイスあ、これは嬉しいな、嬉しい、継承できますね、平田選手。そしてもう一枚村上選手、ガンケル選手、いやいいですね、現実はできないな。でも平田選手ちょっとかなり嬉しいですね、はい、はい、ということで、いやいいですね、いいですね、はい、まあ、今回はこういう感じの引きになりました。結構久々にがっつりまとめて引いたのはちょっと久々だったんですけど、まあなかなかいい引きだったかなと思います。まあなあ、そう簡単にね、シリーズ2はですね、出てくれないんですよね。そうしたらもうしょうがない。いたね、ね、ね、ここに隠し持ってるんですよなんかリアタイ強いとか聞いたんですけど、結局まだ育てずにちょっと温めてるっていう感じです、皆さん。はい、いやー、という引きでございました。はい、あ、なんか選手ボックス紹介とかもまたできたらいいですね。なんか今プレゼントボックスをチラ見せしましたが、はい、ということで、ルーレットヒッターが来てるんで、まあ、ゲントスコーチをね、しっかり、回収したいと思います。ということで、じゃあ今回はこの辺でおしまいにしようかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回はこの辺で、バイバーイ、お疲れ様。